じさん、あなたは優しい人ね。私を積んでお家に連れてって、私はあなたのお部屋私の命、おじさん見てて終わるまで。時には母のないこの黙って海を見つめていたい。時には母のないこの世に一人で旅に出てみたい。だけど広い野原いっぱい咲く花を一つ残らずあなたにあげる。赤いリボンの花束にして、この広い夜空いっぱい咲く花を一つ残らずあなたにあげる。虹に輝くガラスに皆さん本当にようこそおいでくださいました。こんなにこんにちはですね。あ、こんにちは。はい。暗いからって今なんだっけ。こんばんはって言った。はい、言いそうになったんじゃない。あ、そうです。はい。すみません。ね、危ない。いやでも本当に、ま、なんか立ってる方もいらっしゃって、もし椅子があったらね、こんだけ入ったらジュリーもやってたろうにな。そのネタいいですね。はい。私たち明日っていう3人の、はい、ユニットで、今日で3回目ですね、ステージをやらせていただいて、ね、1年に1回しかやってないんですけど、どういういきさつかっていうのをじゃあママの方から、はい、紹介していただきます。はい、そうです。明日という、ユニットを3人で、結成させていただいて、本当はですね、あの千葉テレビで、私が司会、そしてアシスタント、審査員というあの音の祭典という番組、審査委員長います中谷純平先生。え、本当ですか先生。あ、ご無沙汰してます。お、びっくりしました。ご無沙汰してます審査委員長、はい、中谷先生。
大変ご無沙汰してます。千葉テレビで音の祭典という番組を、させていただいておりまして、その時に、ちょこっとこう、その時はまだ松井先生って呼んでたんですけど、今はパパって呼ばせてもらってます。松井先生が審査員で、ギターで、ごめんなさい、パパがギター、そして私たちがこうボーカルで、その番組内で歌わせていただいたんですね。で そこの中からじゃあ3人で、歌ってみたらどうかなっていう提案をいただいて、そうですね、はい、そして明日という3人のユニットが結成されました。一家団らんユニットですね。はい、はい、そうです。イメージがやっぱりね、こう3人家族っていうファミリーっていうイメージなんですけど、家族に見えますでしょうか？本当ですか？よかった。はい、パパ、ママ、娘ですこの笑いは何でしょうかね。ね、ちょっとわからないですけど明日は、ローマ字で明日って書くんですけども、ここで一人一人紹介させていただきたいと思います。明日のあ、はい、明日のあで娘役の大見朝香です。よろしくお願いします。可愛いでしょ、娘です。はい、そして私が朝香のママ役です。はい、明日の詩、平方志保です。よろしくお願いします。そしてパパ、はい、パパが、松井達夫の歌で明日の歌ですね。そうです。はい、それで2011年、はい、震災の時にデビューさせていただいたんですけど、活動はね1年で終わっちゃいましたけど、こうやってまた皆さんにね、寂しいな、そこ長くなりますからね大量ちゃんちゃんっていうね、はい、歌でちょっと後でちゃんとやりますけど、ワンコーラスだけねやってみますか。はい、東の空が焼ける頃、大量も汽笛が鳴り響く港一番乗り、しおきばらんかい、母ちゃん抱き出し、お顔も拭いて、準備 OK、 枕抱き、父ちゃん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 お帰り、あんちゃ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 んお疲れ、みんな揃って幸せよ。ちゃんちゃんです。はい、ちゃんちゃんは、はい、父ちゃんのちあちゃん、ちゃんちゃん、母ちゃんのちゃんちゃん、ちゃんちゃんはね、そうです、はい、父ちゃん、母ちゃん、姉ちゃん、兄ちゃん、兄ちゃん、兄ちゃんのちゃんだそうです。はいはい、NHK のねラジオに去年聞いていただきましたけど、全国放送にも出させていただいて、はい、僕の知り合いのね杉浦さんいますけど、水産卸会社の社長さんで、そうなんですか、独協のラグビー部の後輩で、いつもこの歌を歌っていただいてる。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます他に誰も歌ってない聞こえなかったことにします、はい、さて今年はじゃあ、はい、今回は皆さんにまた、CD をね、聴いていただこうと思って、1回目が1969年高校時代で、2回目が1977年、まあ、大人学校出てから、で今回は1986年、80、はい、ママ生まれてたの？生まれてましたね。はい、残念ながら、はい、朝から生まれてないんだよね。生まれて、生まれる2年前ですね。あ、2年前ですか。いやーねー、もうとにかく1980年代っていうと、もうバブルが、ちょうど盛り上がる頃で、後でちょっといろいろ仲間の人たちが出てきますけども、毎晩タクシーで帰ってね、お金が有り余ってるような人がいましたね。おー、そうなんですね。でその頃に流行った歌もしくは作った曲を CD に入れさせていただいて、皆さんに後でねお家帰ってゆっくり聴いていただきたいと思いますけど、今日はその80年代にね流
流行ったあの曲、この曲を少しだけね皆さんに聴いていただこうかなと思うんですけど、まあこの頃はだいたいヒット曲たくさんあったからね知ってますけど、ママは何を歌いたいかっていうとあれですよねはい、まだこう全然子供だったんですけど流行ってたんですよ、めちゃくちゃ流行ってました、金妻ね。はい、わかりますか、金妻って言ったらね、あの結局ドラマは見てないんですけれども、その曲、大ヒットしたこの曲、私がどうしても歌いたくて、歌わせていただきたいと思います。はい、皆さんも一緒に歌ってください、はい、ご存知の方はぜひ一緒に歌ってください。それでは聴いてください、小林明子さんの恋に落ちて。金妻思い出しますね、皆さんは見てたと思いますその笑いは何でしょうか。やってたじゃないですか。あ、いや、何をやってたんですか。不倫の歌なんですよね。不倫の歌、よくご存知でいや、この頃は本当に本当 で、 うん、でも本当に素晴らしい、いい曲で、じゃあ今度は朝香に、はい、はい、朝香は何でしょうか。はい、荻野目洋子さんでダンシングヒーローを歌わせていただきます。なんかこの曲は最近は盆踊りでも踊られてるとかそうですね、さちゃんが言ってた、はい、うん、どっかの高校が最初やったんですかね。それで今日はそれを盆踊り風にそうなんですか、聞いてないじゃあ、はい、お願いします。ダンシングします。愛してるよなんて誘う
でパパは今譜面で忙しくて朝かもすっかり大きくなっちゃったね、1年ぶりに。いやー本当ですね、東京に来てもう13年目になります。はい、いよいよ大台に乗っちゃったもんね大人よね。最初の時は、ね、高校3年くらい。そうです、ね、18歳で東京に出てきました。もう、はい、上も横も随分大きくなってよそれまあ、ひどい、そんなこと。ひどい。さあ、今日、我々と一緒にちょっと今サポートしていただいている友達ね、まず下手から、はい、パーカッション同級生です、神野純一。神野さん、いつもありがとうございます。そしてこの人がいないとこの会話できない、はい、キーボード高橋圭作、はい、ありがとうございます。圭作さんとは高校1年の時にね、3人で、ユニット組んで50年前ですね。何やったんですか、モナリザの PPM をやったんですね。そしてなんと今日はまずいことに、はい、高橋圭作さんの誕生日だったんです。はい、そうです、そうです。せーの、遊ぼう。はい、はい、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア圭作さん、ハッピーバースデートゥーユー。気持ちですが愛を込めて、あれ、口が出てきたんでびっくりしましたいつもありがとうございます。自分で弾いてっていうのも珍しいですね後でまた圭作さんにはジャズのね、トリオの演奏を楽しんでいただきたいと思います。じゃあ、80年代、はい、もう一個ぐらい不倫の歌がありましたねそうです、今日は不倫担当なのでお好きな方いらっしゃいますかね、不倫ねはい、その当時お父さんがいないから言いたいこと言って今日は父が来てないので何でも言えるんです、はい、パパ怖いんで、はい、はい、それではですね、その時代に不倫の女王って言われてましたよね。本人がっていうか、はい、知らないんですか。知ってますよね、その時代、86年大ヒットです。テレサ・テンさんの滝の流れに身を任せ、聴いてください。私は何をしてたでしょうか。平凡だけど誰かを愛し、普通の暮らししてたでしょうか。
日という日なくしてしまうわ約束なんかいらないけれど思い出だけじゃ生きてゆけない入ってますねいつものママと違うなないそんなことない不倫知らないからはい、はい、OK 婚しなさいはい、わかりましたわかりました、はい、さあ、じゃあ、80年代歌謡曲の最後ね、朝香にもう一曲はい、ね、原曲歌わせていただきます、はい、中森明さんでデザイアを歌わせていただきます。明菜っぽいでしょ？ね。
踊りつきでかっこよかった思い出しましたね。はい、懐かしい。生き生きとしてたね。本当ですね。中森明菜って結構低いけど、はい、低いのも出るんだね。あ、はい、今日は調子いいです。よかったよかった。はい、はい、それでは、ここで今日の特集でした。はい、どうもありがとうございました。はい、それでは次のコーナーは、私が、クラウンレコードにいて、その1980年代に、毎晩あのチラシの裏に書いてたんですけど、毎晩通ってたお店があって、ロックンロールアルバっていう、そこのお店はお客さんがね、バンドで歌うという走りの、お店で、ちょっとそのバンドのセッティングをさせていただきたいと思いますので、どうぞしばらくお待ちください。あ、流れてる、あれですね。 Was back in 84 when they started giving us vitality and power for tomorrow and our eternal dreams until they closed their activities in 1992. But they are back again on a reunion just for tonight, one and only precious night. Now, ladies and gentlemen, Hit Stereo proudly presents the legendary rock and roll ABBA band. Let's rock and roll! はい、本日のスペシャル企画です。26年ぶりに帰ってきましたロックンロールアルバ2018。バンドメンバーです。ドラムス、シェイケナ・スズキ。オンベース、コワモテ・ガリさん。Nギター、私の実は音楽の師匠です。この人がいなければ何にも始まらなかったという、ティーチャー・マスイ。サポートでキーボード高橋さんお願いします。で、私が、ロックンロールアルバギター関根博士、エンドボーカル梶受け、後で登場です。シェイケナ。
違えな。もう昔はこれだけできたらもう天才と言われたんですけども、まあ、あれから50年も経っちゃいましたんで、まあ、沢田研二もさっき言ってましたけど、こんだけ入ったらもう大満足ですよね。もうだんだん立ってるだけでもめまいしてきましたけど。はい、それではここからですね、ロックンロールアルバコーナーです。OK, come on! Queen of Rock and Roll Heart! Kaji Yukie!スペシャルボーカルコーナーまだまだ続きます。でもマスターもあの心臓病をされてね、しばらく、ね、大丈夫かなと思ってたけど、ギターも全然大丈夫でよかったね。ありがとうございます、いや本当に、いや車椅子で来ようと思ったんですけどいつもメイドの土産とかよく言ってるけど、はい、全然ロッキンローラーは内田裕也さんだけじゃなかったですね。 ありがとうございます。はい、それではここで、ロッケンロールアルバスペシャルボーカルコーナーです。まあ、私たちバンド毎日やってたんですけども、そのバンドの、まあ、サウンドチェックっていうのがありまして、音合わせですね。そこから、まあ、仮歌っていうのもあるんですよ。で今日こういう感じでいこう、それを一般のお客さんなんですけども、会社が終わったらすぐ来るんですよ。で毎日来ちゃうんですよ。大丈夫なのかなと思ったんですけど、それからなんと終電まで毎日いるんですよね。驚きましたけど、まあ、私たちでは遅れてきたロッケンローラーと言ってますけど、 OK カモン GI 増田だ。遅れてきたロッケンローラー松田でございます。 GI 増田、Good God it is my When you're rockin' and rollin', can you hear mama call? From the early, early morning to the
松田さん、コキ、コキ、コキだそうです。独協大学。And the next singer. え、先ほどドラムスに座っていたシェケナ鈴木、業界ではパクさん、はい、もうパクさんで有名ですね。私は何を隠そう、1948年昭和23年9月14日生まれです。私も9月14日、先月ここで、我々のバンドでライブをやらせていただきました。で、9月14日って私の他に偉大なロックミュージシャンが誕生日なんですね。誰かといえば A ちゃんね、 A ちゃん、そこんとこよろしくっていう、この矢沢永吉さんが私と同じ誕生日です。じゃあ昔を忍んで、ルイジアナママという曲を、 A ちゃんとはちょっと違うんだけど、ふつつかな英語でオリジナルバージョンでやらせていただきたいと思います。Golden hair, just the eyes of blue. My little life, Dixie Queen, my Louisiana mama from New Orleans. She lived there on a bayou. She's pretty white as can be. My heart longed to be there so that once again I can see my Louisiana mama from New Orleans.On a warm, bright, sunny day, has to leave but to stop today. While I'm going back to stay, let me ever go down south, my friend. See what you can find. Remember when you get there, she's mine, oh mine, oh mine, my Louisiana mama from New Orleans. Okay, guitar.My heart's longed to be there so that once again I can see my Louisiana mama from New Orleans. I met the Lord of Molly Goes on a water bright sunny day. Has to leave but to stop today. Well, I'm coming back to stay. So if you ever go down to South, my friendSee what you can find. Remember when you get there, she's mine, oh mine, oh mine, my Louisiana mama from New Orleans. My Louisiana mama from New Orleans. One more time, mama, my Louisiana mama.先ほども松井さんからも話ありましたけど、1980年代90年代っていうのはレコード会社がピークでして、ミリオンセラーは連発ね、金は使い放題、タクシー券なるものを何冊もいただいて、毎晩毎晩車で帰って、タクシー券がなくなると会社の名刺でも帰れたという、とてつもなくいい時代で、私はその頃宣伝部長という立場にあって、金は使い放題で、売り上げが上がった時は経理の方からもっと使ってくれと、こういうような話がありました。そんなこんなもあってですね、松井さんと二人でこのアルバ、はい、アルバをなんとか有名にしたい、はい、ね、宮沢りえ来ましたね、宮沢りえ来ました、あとね、糸井重里ね、それからあれですよ、木の実奈々、
それからほら松崎しげる、もうね、いろんな人たちが、でその人たちを顎でつけた使ってたのがマスターです。そうそうそう、ちょっと業務連絡だけど、あれ吉田君は来てないのかな。じゃあギター弾いて、ケースケース当時の、ロックンロールアルバでギター弾いてた、イエイ、ケースケ君、桑田じゃないですね、桑田ケースケじゃないですね、ケースケ君。それで、さっきの話の続きになりますが、アルバをなんとか有名にしたいっていうんで、テレビで、テレビ朝日か、プレイスっていう番組、5分番組で月金の帯で、夜の11時近くにやってたんですけど、ため池近辺にあるいろんな店を紹介しまして、昼飯はどこに行こう、どこに行こうなんてやってて、で金曜日はもう絶対アルバだよねとかやってたんですが、この鳥がですね、1日でまとめて撮ったために1週間服が一緒だったんですね。それで会社の行って笑われるわ、あれお前1日で撮っただろうだとかね、お前服がねえのかとかね、いろいろ言われましたけど、それもこれもロックンロールアルバをなんとか有名にしてお客さんに来てもらうということで一生懸命やりましたね、マスター。はい、ありがとうございます。その当時もう一人スペシャルサンクスです。今日はアリーナ朝日から飯塚先生。先生、先生なんですね、本当にね、公認会計士。あ、いいです。いや、ありがとうございます。じゃあ最後に一発ロッキンロールで決めて、我々のステージ終わりたいと思いますが、いきましょうか。ジョニー・ビー・グッド。ありがとうございました。
Thank you. はい、びっくりしたでしょ、外さん。前に変なおじさん出てきて。いつもね、演歌の出雲浩一さんの追っかけで。え、すーちゃんね。久しぶりですね。この間行ったの。はい、ではここからは、その当時アルバの、ようにバンドで皆さんが歌うというリクエストコーナーですけど、リクエストコーナーといいますと、皆さんがリクエストがあってバンドが弾くっていう歌うっていうんですけど、今日は特別に私のわがままで私が、この人にこの歌をもらっていただき歌っていただきたいということで、まずですね、杉山くんいます？はい、ノーノーボーイの杉山さん、お願いします。去年やりましたナイトキャッツクラブバンドって、僕なんかが、若い頃からやってた、バンドのリードボーカル杉山進さん、独協大学ね、今日独協大学たくさんいるんですよ。お元気？何の打ち合わせもしてないんですけど。あ、そうですか、大丈夫です。リードボーカルじゃん。一緒に出ます、大丈夫です。はい、ご挨拶。松井先生のですね、後輩でございます。大学ね、大学、高校は同級生、高校は一緒だったのにね、大学は遅く入られて、結婚式場も同じでございます。結婚式場、麻布グリーン会館、麻布グリーン会館、今はもうございません。ちょっとすみません、先ほどあの僭越ですけどって言われた方で、私もあの昭和27年1月8日生まれなんですが、この1月8日っていうのはですね、ロックンローラーじゃないんですけども、最近ちょっとあの、要は世間を探している人の同じ誕生日でございます。なんと北朝鮮の金正恩、とんでもないやつが一緒だということで、全然すいません、あの曲と関係ないんですけど、はい、打ち合わせ何にもしてないんで歌えるかどうか、これちょっと歌手カード、あ、最近老眼で全然見えない。No no boy. One two. No 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 boy. No 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 boy. 言ってもいいかい? Yeah 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 baby. これから行くよ。お前の家。Baby
歩だけ、ドアの外でちょっとだけ、ドアの外でちょっとだけ、しないで、なんかバンドが上手くなったなと思ったらメンバー変わったんでした。すみません。今日ですね、高橋圭作さんと一緒に、来ていただいた、ドラムス渡辺慎さん、ベース磯川博さん、なんか証券さんのバックとかもやってるんですって。どれでうまいなと思ってあ、ガリは紹介したんだっけ、ガリ、ギターは、いつも一緒にやってます都立三田高校出身、皆川茂樹、よろしくお願いします。さて次は、今日はね歌手の方も実はたくさん来てるんですけどね、今井さんすいませんあの歌手の方を歌ってもらうとギャラ払わなきゃいけないんで素人中心に、綾瀬の佐藤さん、お願いします。同じくスパイダーズで、夕日が泣いているですね。佐藤さんは僕たちがよく行ってた綾瀬の寿司屋さんで一緒になってね、ゴルフを一緒にいつも負けてまして、すっごいうまいんですよ歌が。これあるの？これ あ、 あります、次です。 あ、 あ、 あ、それじゃあゴルフの帰りでみんなでカラオケ行ったら一人だけとってもなくうまいのね、浜ちゃんだからはい、ぜひ今日は歌ってもらいたいと思います。いきます。夕焼け
がとうございました、佐藤さん。はい、じゃあ次はどんどん行きましょう。次はですね、あ、いつも出ていただいてます、津田元さん。津田さん、はい、あ、来た来た、はい、どうも。今日のですね、お土産 CD の、1曲目に雨の図書館っていうのが入ってまして、それを津田さんと私が歌ってますが、その曲を、これはあの GS じゃないんだけど、ちょうど1986年に作ったのでね、一緒に歌わせてください。はい、津田さんはね、昔、久我原のジュリーとやった。まあ、もう一曲特別に、この間ジュリー歌わなかったんで歌ってください。すいませんでした、先日は。お客さんが少なかったんでね、どうしても歌えなかったんですよ。僕がマリーと会ったのは寂しい寂しい雨の朝、フランス人形抱いていた一人ぼっちの可愛い子、愛してると一言言えなくて、辛い思いに泣いたのさ。甘く悲しい夢を見た。
悲しい夢を見た往年のジュリーさんでした、はい次は中辻さんね中辻和夫君、今度あの今日の CD のですね4曲目かなブーゲンビリアという曲を、彼に歌ってもらってるんですけどこの人は本当にうまい、毎晩厚着で歌ってますもんね僕らのゴルフ仲間で和夫ちゃんは10ぐらい年齢はお若いんですけどその前か貫禄がついちゃって30年前から遅いのあそうですか、はい無理やりですけど今日は、はい、白い珊瑚礁ズーニーブーです時間をちょっと上げてもらっていいですか。さあ、いよいよもう少しあるんだ。あ、遅れちゃう。まだ時間大丈夫ですかね、ハギちゃん。はい。じゃあ飯塚先生どこ行く。飯塚先生、はい。いやいや。長い髪の少女、これは大丈夫ですね。歌詞ありますから。
ゃあ、最初長い髪のショートでやりますよね。やってじゃあ守るマヌーを誰かにやってもらって守るマヌーの人にさ、あ、魂あ、いや、ぜひお願いします。あ、青山さんいる？青山さん横浜育ちの守るマヌーやってください。どうぞ僕だけに心打ちや、ダメ、どうぞ歌詞あります、お願いします。酔っ払っちゃったかな、もう。青山さんはあの青山みっちさんのいとこ、清水せっちゃん の, あの天使のジェラシーっていう作曲した酔っ払いのおじさんです。皆さんご一緒に知ってる方を歌ってください。ワン、ツー、スリー、長い髪の少女、孤独な人、姿悲しい恋の終わり、どうぞ僕だけに心打ち上げて、どうぞ見せて愛の物語、汚れた街であなた失くした恋なのに影を探す、きっとあの人は忘れたいのさ、しぬけの優しい言葉、公認会計士の飯塚昇先生。さあ次なんだっけ、あ、次はですね、さっき言ったあの杉浦、水産会社で、独協のラグビー部の後輩でね、僕が4年の時1年で入ってきて、それからもう卒業して偉くなってね、監督までやっていただいて、私はさっさとやりましたが、杉浦君は本当に
独協大学ラグビー部のね、ミスターラグビーですね。じゃあ素人の方よろしくお願いします。お父さんが落語家でしょ。あの柳はあの小判寺って言いまして音曲師で、あの小山師匠の同列で、うちのおじいちゃんが亡くなった時テレビがない時代で1時間ラジオで追悼番組やって、まあ長くなるんで、そうですね。幼稚園から授業もやってました。はい、それじゃあ皆さんご存知のブルーシャトー、今日は井上大輔でいきます。森とんかつ泉にんにく囲まれて静かにんじめぐるブーブーブーシャド、あなたが僕を待っている暗くて暗くブーブーブーシャド、あなたはバラのバラの香りが歌ってよ。杉浦とは打ち合わせして森とんかつ泉にんにくかこんにゃくってかせっかく書いてあげたありがとうございました。さあ、じゃあリクエストコーナー最後のリクエストをお願いした人は、同じ仲間ナイトキャッツの小川隆史くん。あれアルバの T シャツ着てんだ、30何年ぶりにT シャツを見つけまして、黄色くなってたんですけどかみさんになんとか白くしてくれって言ってなんとか白くなったみたいです。後ろはあの知ってる人は一緒に歌ってください。二人を夕闇が包むこの窓辺に明日も素晴らしい
幸せが来るだろう。君の瞳は星と輝き、恋するこの胸は炎と燃えている。大空染めてゆく夕日、色褪せても二人の幸せだな。僕は君といる時が一番幸せなんだ。僕は死ぬまで君を離さないぞ。いいだろ。大将それではここのコーナー最後に小川君にね、いつも僕らが一緒にやってたビートルズのナンバーからみんないい子。Well, I took some honey from a tree, twisted up and then called it me. Everybody trying to be my baby, everybody trying to be my baby, everybody trying to be my baby now. Well, the love last night at East LA, Oklahoma had a nice day. Everybody trying to be my baby, everybody trying to be my baby, everybody trying to be my baby now. Yo, hey, got it. Everybody trying to be my baby, everybody trying to be my baby, everybody.
がとうございました。